こんにちは、マサイン6494です。今回は108回薬剤師国家試験攻略メソッドの108回薬剤師国家試験を受験される皆様へ、国家試験予備校のメディセレを利用した際にかかる費用についてですね、お話ししていきたいかなと思います。今回の動画、大手3社ですね。3社についてまとめております。で、薬学ゼミナールさん、メディセオさん、ファーマプロダクトさんの3社で、この動画については、メディセレさんですね、の、1年間108回で2022年にかかる費用をまとめてみたので、それを、早速見てみましょうか。まず結構ね、コースがいろいろあって、結局何って思ったんで、まとめてみました。で、まず通学ですね。通学が99万から121万円、1年間にかかっていくと。また、毎月ですね。毎月が8万2500円から10万833円が毎月かかっていくと。そして、通学プラスネットは、ライブ配信と Zoom の際にかかる費用としては、76万7800円から87万7800円が年間にかかっていくと。で、毎月が6万3983円から7万3150円が毎月かかると。そして、ネットのみ、ライブ配信ですね。だと、57万6400円から87万7800円が年間にかかっていくということで、4万8033円から7万3150円が毎月かかっていくという計算になりました。また、別のコースで、ウィークエンドコース、各科目別の、コースもありました。ただ、ちょっとそこはいいかなと思ったんで、上げてないです。プラス、この今回、定価のコース値段を出したんですけど、また割引みたいのがあったりして、こっから引かれていく値段があったりしたんですけど、ちょっとめんどくさかったんで、定価の費用として計算させていただきました。で、皆さん、この金額を見て、どう思いますかということですね。おそらく、これ見てる皆さんは、さまざま、現役で107回受けたんだけど、落ちてしまったから、1年間、予備校に通い詰める方もいらっしゃれば、社会人の方で、仕事をしながら、予備校を利用される方とか。あとは、そんなもんかな。基本的には。あと、予備校2年目の方とか、さまざまいらっしゃると思います。あと、現役生で、週末は予備校を利用しようとか、そういった方ですね、がいらっしゃると思います。で、この値段として言うと、年間かかる費用としては、1年間とか半年とか、そういったので、通学とか分けたりしたんですけど、基本的に年間通うとしたら、毎月10万833円かかるということですね。この値段。プラス、ここは、学ぶための料金ですね。で、プラス、生活費とか、別途かかってくるし、交通費もかかってくるし、で、すごく、120万ぐらい別途かかっていくと考えると、240万とかそれぐらいかかってしまうということですね、別途。なんで、1年間ですごい費用がかかってしまいますよっていうところが、言いたいところですね。なんで、年間、こんだけかかるんだっていうのはすごく、個人的にも、ちょっと調べたかったっていうのもあって、予備校さんってどれぐらいの金額持ってってんだろう、この大体、ちょっと離れると、マサイ46の薬剤師国家試験攻略メソッドっていうのと、薬学部攻略予備校っていう動画出させていただいてるんですけど、基本的にゼロでやってるんですね。基本的っていうか、ゼロでやってるんですね。なんで、こういった指標みたいのがあると、こんだけもらって
ってんのねっていうのがちょっと分かって、でしかも、1年間コースとか、半年コースとか、4月から開始とか、まあ、さまざまあるんですけど、俺、24時間っていうか、毎1年丸々対応してるんですけど、みたいな感じで、ちょっと思ったりするんですけど、でそう考えると、個人的な、値段としては、まあ、ライブで、まあ、ライブ配信はライブ配信で、まあ、通学の方じゃないんですけど、まあ、値段としては87万7800円かのところ、あとまあプラスアルファくらいなのかな、をもらっても、右セレではいいんだねっていうところ。だから、まあ、他の予備校の比較等はまた別でやるんですけど、右セレさんに関して言うと、まあ、この金額、俺もらっていいんだよねっていうのがちょっと思いましたね。で、また、この動画でもお話しさせていただくんですけど、今回というか、これから、薬剤師国家試験攻略メソッド等を利用される、まあ、皆様に、まあ、特に教え子の皆様にですね、言いたいことということで、これから毎月、お金を納めていただけますっていう、ちょっと、過去嘘的な話なんですけど、毎月100円ずつ徴収していこうかなと思っております。100円ですよっていう。またこの話を薬学ゼミナールさんのところでもしたんですけど、100円だよ。100円で、もう100円じゃ今じゃ缶ジュースも買えねえよっていう感じなんですけど、メディセレさんで言うと、何時間分とかなんじゃない ?100 円。で、まあ、なんつうんだろう。まあ、神社だと思ってください。この説明も2回目なんですけど、神社だと思って、まあ、願い事、まあ、100% 合格させてきてるんで、もう満3年で。だから、神社みたいな感じで、まあ、前に、神社だと、賽銭箱があるじゃないですか。賽銭箱にお金を入れて、願いを叶えて、祈っていくということで、100円ですね、うん。毎日祈りに行ったとしても、1日3円ですよ。3円を、賽銭箱に入れて、祈っていくと、よくわかんないまとめ方なんですけど、まあ、そうしていただけること、ゼロ円で、マサさんにはやってもらってるから、すげえ、毎回真剣にやってもらってるから、疲れた体を休めてください、みたいな、缶ジュース的なね、このコーヒーを飲んでください、エナジードリンクを飲んでください、みたいなね、そういったものをしていただきたいな、みたいな、そんな感じですよ。書かないですけど。はい、まあそんなこともちょっと考えつつですね、まあ今後も薬剤師国家試験攻略メソッドもやっていきたいと思いますが、まあちょっと話それちゃいましたけどね、まあこれぐらいの、まあ、金額がかかっていくんですね。まあ皆様、まあ、働いている方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、働いてない現役から予備校に行ってる方まあ、あんまり想像つかないと思うんですけど、まあ、結構な金額なんですね。まあ、100万だっけ、まあ、通学コースで見ると、まあ、121万だと、121万円って、まあまあな金額で、まあ、大体、まあ、450万だとしましょうか、年収。450万で、それは丸々もらえるんじゃなくて、保険とかで引かれてって、まあ、大体、かけ 0.8 で計算すると、まあ、360万で、まあ、生活費がだいたい毎月10万かかるとしましょう。ここから120万を引くと240万
まあ、ここからさまざまな、こういう日だとか引かれていくともっと減ってしまうんですけど、そういった残った金額、1年間で生活する金額からこの、通学費用とか予備校代っていうのがかかっていって、カツカツなんですね。そういった環境で身を置いて勉強してるんだなと思いながら、勉強をしていただければいいかなと思います。そしてまた話をぶり返しますが、神社だと思ってね、お賽銭箱がここにあって、そこに108回からは3円ずつ投入していくと、合格してする可能性が高まっていくと。そしてちゃんと教え子として108回の教え子になった方は、それで 100% 合格していくということになっていきますので、よろしくお願いしますという終わりになります。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。